してます、ドリブラジオ。でもよかった。おはようございます。おはようございます。あのドリームプランプレゼンテーション世界大会事務局長亀井圭さんが駆けつけてくださっています。いや、爽やかに来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます、はい、いつも前向きに全身あるのみの亀井さんが走ってきてくださいました。もうね、やっぱ一つ一つ一瞬一瞬が、うん、あの勝負というか、うん、さっき の, あの犬ひろきくんの、はい、応援の時間を聞いてとっても朝から勉強になりました。本当ですか？どんなところが？いや、最後岩井さんが言ってた、うん、まあいろいろありましたけど、その毎回のステップなんだと、うん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 、毎回のレースが勝負で、その次が出れるかどうかが決まると、はい、だから一回ミスができないというかですね、その毎回の勝負に対する集中力と覚悟、うわ、こんなの聞いちゃったん。最後に田島さんがね、はいはい、中野慎二さんへのメッセージ、からのさんからのメッセージで、うん、世界に出る準備はできていますかと、うん、日々の生活からね、うん、食べ物から、うん、時間の使い方から、うん、これ聞いて僕は何をやってるんだろうって。俺のことじゃなくて、ちょっと頑張ろうと思って。よかった、朝ならではのやっぱりスイッチの入った方が来ると。さすがドリップラジオですね。イエーイ、嬉しいです、ありがとうございます。地球が夢に満ちた惑星、ドリームプラネットになるまで夢を応援していくドリプラジオ、あなたの夢を叶えます。いやドリプラも、いやいいですね、なんかドリプラジオをやるためになんか25時間やるためになんかこう走ってこれるっていうのが嬉しい。嬉しい、そうやってね。え、でまだね、25時間走ってくださる方誰もいないんですけど、25時間やる、もうちょっと早く言ってくれれば、もう次の予定が立てばね、1年ぐらいあればやっぱ準備できるわけじゃない。今日の夜のちょっとごめんね、あの距離会の中で今ギネス記録が62時間なんだって。あ、無理。それの人が62時間やるときは走る人も60。これ一番きついよね。これ一番ないね。今言いながらこれは一番ないと思う。でもあのね、10人ぐらいで回せばなんとかなるんじゃないですか。お、1人60。どこから走ってくればいけますかね。60だ、時速500キロぐらい。いや、ま、真面目に走れる人で、うん、500キロって新潟ぐらいから来る。え、もっと500、新潟全然200、300キロぐらいしかない。あら、金沢から、お、500キロぐらい、金沢から出発して500キロ。62時間、62時間ドリプラジオの時には金沢から出発した、まあ、400キロぐらいがドラマから急になんか後ろ向きになって、いやいやいや、いろいろアップダウンもあってもらう、それぐらいの距離で、今回、はい、ドリプラジオはテーマが恋愛、はい、すごいですね、とうとうやっちゃいましたね。そうそうそう、それで夜語ってて恋愛っていうものはしっくりしてたんですが、朝からこれから恋愛を語っていただく、いい、はい、いいですね、語りたい、はい、投稿者 K さんから来てますよ。え、なんか言ったんですか。そうだ、出しちゃダメって言ったんです。え、これ発表する前にいないとき言えばいいんですか。あ、いや、いいです、いいです、言ってください、好きにしてください。まあ、そういう使われ方だったんですね。知らなかった。じゃあ後に。あ、いや、いいです、いいです、今言っていいです。覚えてますか、自己紹介がある。はい、はい、投稿者 K さんって言っただけで、はい、私ね、これアルファベットの K なんだけど音は一緒ですね。自分のせいですよ。ああ、そうなるわけですね。はい、わかりました。大丈夫ですか？いいですよ。はい。1番。はい。あなたの好きなタイプはどんなタイプですか？釈由美子です。いや、すごい。2番。どんな恋をしたいですか？年中恋をしたい。年中ときめいていたい。ああ、どうしようもない。3番。どんな恋をしてきましたか？いろいろと。4番、あなたの求める愛の形を教えてください。自らが押し続ける、熱中し続けられるか、自分自身の問題ですって、なんか自分に返ってる、はい、あの投稿いただいた方ありがとうございました。本当にすごいね、熱い方です、ね、熱いですね、はい、はい、せっかくだから皆さんの時間にこうやっていただいたものをご紹介してくれまして、さすがですね、はい、
K さんはどんな声してきましたか。もういい、もういい、いろいろあんたやみたい。本当に恋愛というテーマで頑張りました。すごいですね。でもね、恋愛ってやっぱりやっぱ女性から学ぶことってものすごく多いなと思っていて、僕もやっぱりその女性に教えていただいたことが、ていうか、まあ、自分がいかに未熟かっていうのを教えていただいてですね。なんか今日反省ばっかりが多いですね。はい、でも本当そんなずっとそんな感じだったんですよ、ね。女性に教えてもらうことばかり、うん、自分が未熟なことをご指摘いただいて、うん、グーの音も出ない、反論の余地なしみたいな。そういうのばかりでした。あの恋愛とかのデートで男女のこととか、あの何をこう意識してやるかいいっていうのは、あのね、25時間ドラマ今回ね、はい、頭からずっと見てたんで、ものすごい学べる。すごいですね。へーって。それでキーワードがね、そろそろ出てきてるんです。共通の。何ですか？キーワード聞きたいですか？ちょっと聞きたい。それでビジネスと恋愛の重なるところがあるわけですよ。へー、そうなんだ。例えば依存してる、自立して貢献するまでになった時、依存してるあなたは相手も依存している人と付き合ってますよねと、それ自立っていうところに行った時に初めて自分自身がまたその人とこう対等になって貢献をし合えるようになるっていう、すごい崇高ですね。それはビジネスのことを語ってた上村光則さん、みっちゃんの理論。そうかと思ったら、アタカーズビジネススクールの加藤さんがいらした時、これはあの帰られてからの、ここではあえて話した話なんだけど、あの恋愛と、ね、ビジネスはこうほとんどこう同じの感覚でね、あの自分の先の事実とかもそうなんだけど、あるんだけどさ、違いが一つ何のかねって言ってみんなで会話をした時に、恋愛は一人の人にしかかけちゃいけない、ビジネスはより多くの方にかけていい、だからよりたくさんの方々にその愛を与えたいときはビジネスにかけていくことによって決まっていく。さすが加藤さん。そうそう、複数にいっぱいかけて恋愛してどうするみたいな。そしたら鶴ちゃんは恋愛に、あの自分は鈍感なんですと言ってたのね。だから鶴ちゃんはビジネスにバリバリやっていける、より多くの方に愛を求めるためのビジネスっていうステップが、すごいね。これなかなか深くないですか。深い。まあそうですね。僕そんなあの頭良くない。でもね、やっぱ僕思うの、あのなんかその恋愛論とかじゃないですよ。やっぱそのいいものはいいんですからっていう感覚が、分かりやすいね。素敵な女性は素敵なんですと。それがあのなんか依存でお互いそうやって支えようがどうだろうが、やっぱり素敵な女性は素敵なんで、なんかそこに僕はなんかあの挟む、口挟む余地なしみたいな、心ときめいたら行くみたいな、そんな感じで。そうですか。なんかねえ、逆にしょうがないじゃないですか。素敵な人は素敵なんですか。完成ですって感じ。本当ですか。ケイさん、こんなこと言ってたら、あと3分になっちゃいます。あの、はいはい、大事なドリームプランプレゼンテーションの世界大会の話を。というのが、この後、出社されるわけですね、はい。出社前に夢と愛を語るドリプラン。はい。っていうタイトルで。はいはい、すごい、ありがとうございます。はい。あの、どうぞ、世界大会、もうすでにスケジュール始まっております。始まってますね。この後がドリプラをご縁にしてつながった沢本和夫さんが出られるということで、はいはい、ドリプラはですね、実はあの夢を語るだけではなくて、うん、愛も成就するという、うん、これからいっぱい出てくると思いますよ。そうですよ、沢本の成功例を語るだから。でもあの、はい、世界大会がですね、今年もあの、7回目の大会となります。2007年から始まって2013年というか7回目の大会になりまして、今年は12月の12日、13日、14日と、この3日間で開催します。ちょうど今ですね、プレゼンター向けの説明会をしてまして、まあ一緒になってこう夢に挑んでいく人と、そのエントリーのですね、募集を5月から始めるので、はい、その説明会を開催しています。5月の20日からですね、6月の10日まで、でですね、今年、まあ、いろいろその昨日もドリプラのミーティング夜やってたんですけども、今年のテーマがですね、やっぱりあの
もちろん世界大会いいものを作りたいなと、うん、本当夢を語る理想の舞台を作りたいなと思うんですけども、うん、同時にこうみんなと一緒に作っていく、まあ、全国各地の人たちと一緒になってこうドリプラを本当こう一つのものを作っていくということをやりたくて、それ大会を作るだけではなくて、あの相互支援会のノウハウもですね、まあ、みんなで共有していく、そういう勉強会からもうプロセスから一緒にやっていこうっていうですね、まあ、そんなあの思いがあって、で、まあ、総合支援会をもう完全公開にしてやったりとかですね、まあ、合宿もあの今まではもう関係者だけでやってたんですけども、そして東北福島県でやるんですけども、東北でドリプラーやる方と一緒に勉強しながら、うん、あのやったりとか、要はもう夢語る人が行くだけでもその地域の応援になったり元気になったりするような、うん、こう夢のこう盛り上がりをですね、うん、作っていきたいなというふうに思ってます。うん、なので、まあ、そんな舞台で夢を語る人、はい、もうまさにそのこれからの見本となって一つ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 こうプロセスを重ねてですね、準備していく、プレゼンターと一緒に、あともう7ヶ月ちょっとなんです、うん、7ヶ月と半分ぐらいなんですよ。そうだよね、この間お疲れ様っていう年末が済んだ気がして、でもやっぱり桜の、ね、季節がもうドリプラ的にどんどんスタートしていくっていう感じまして、はいはい、7ヶ月合宿とかもやりながらどんどんね、はい、プレゼンターの皆さんとの距離も詰めながらやっていくという、あの毎回ドリプラの世界大会は新しい試みをこう混ぜてエッセンスを入れて進行されていくのも楽しみです。楽しみですね、はい、今年もトライがいっぱいありまして、うん、はい、とっても楽しみですね、うん、一つがですね、あの、はい、まあ、これ今企画段階なんですけども、うん、展示を新しくしたいなというふうに思っていて、はい、うん、感動と共感の展示ブースを作ろうっていうですね、うん、プロジェクトがあるんですね。あのせっかくプレゼンテーション、あの感動と共感のプレゼンテーションやってるのに、こう展示ブースはなんかこうあのご利用しとかに なってしまうケースもあるので、そうではなくて、なんかもう、そうですね、ブースに入る前に、はい、なんか一瞬でこう世界観が分かる、その仕組みを作ろうっていうですね、事前にちょっといろんなね、はい、あの携帯アプリを使ったりいろいろ組み合わせながら、最近テクノロジーいろいろありますよね、そういうのをやったりとかですね、テクノロジーになんか笑われてますけど似合わないことが言うなって感じです。でもあの毎年ね、本当に1年前はこうだったっていうののこの変わり方って、使うものの変わり方ってすごい変化激しいですよ。はい、だからそれに合わせてね、うん、あの僕たちも変わっていかないと、そうですね、情報とか皆さんの備え方もという、はい、ではこの後いよいよあの世界を変えるために会社に出社するという、はい、会計さんをみんなで送りたいと思います。どうもありがとうございました。いってらっしゃいです。いってらっしゃい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ドリームプランプレゼンテーション世界大会事務局長川合圭さんでした。ありがとうございます。応援してます、ドリプラジオ。
トトトトトリプラジオ。おはようございます。おはようございます。あの会計さんを会社へ送り世界を買いに行かれましたが、はい、朝から来てくださいました。サワトンです。サワトカズオさん、ありがとうございます。おはようございます。うつ専門カウンセラー澤戸和夫さん、今回のテーマは澤戸流恋人ができる3つのコツものすごいなんかこう見出したってことですよね。え、だって3つにもう3つにね、どうやって何話そうかなってこれほど考えた内容は初めてですよ僕の講演5年ぐらいあるけど。本当ですか。本当ですよ。3日目は昨日の夜も眠れなかったすいません、奈良来てくれればよかったのに。奈良ね、来て見てればよかったのにいや、でも本当にありがとうございますあの実は私にとってサワトンっていうと、あの2008年のドリームプランプレゼンテーション夢の語るっていうね、さっきも K さんが喋ってくれましたけど、で、その時の第2回の私は見に行ったんです。で、見に行った時にこういう方々がここにいる、ここには何かがあるここに決めたみたいな、なんかこの人たちと生涯関われる人になろうと思ったの、うん、あ、うん、共有で本当に。だからサワトンは舞台に立っているすごい遠い人だったんですよ。そうなんですか、うん、近いですね本当にあの来てって言われるとなってた、すごいって本当すみません、今回の来てくださった皆さん本当に申し訳ないです。あの時間を取って来てくださって、自分のノウハウを全部出してセミナー内容を見せて帰るという本当に、しかも人の入れ替えもあってほとんど挨拶もできないまま皆さんが自主的に帰っていかれる姿が本当ありがとうございます。おかげさまでドリームラジオ第3回も無事今進んでおります、うん、それで今途中のサートの2008年に私はあのドリプラを見てですね、こういう方々と関われる人になりたいと本当にそれを思ったんですよ。でその後にあの金沢で20年ほどこうフリーで喋る仕事、うん、番組とかやったりしてたんですが、司会っていう部分をやるときに、例えばどこか事務所に入って何か仕事をなんとかっていうことを東京活動に関しては全然思わなかったんですね。あ、そうですね、はい、とにかく自分の位置を見てほしいと、見ていただいてこれをこう声かけてくださる方へ自分を晒そうと思ったんです。だから、うん、まあ、金沢で田島かすみっていうと聞いたことある人はあーっていう人はいるんだけど、こっちで別に何もそれも言わずに、うん、こう始めたことは始めたので、うん、はい、だから人によっては私が何をしてる人がいまだに知らない人が多くて時々司会の舞台に立ってたら、たっちゃんってこういう人だったんですねって言われた時自分が驚くみたいな。だから最近あの言おうと思ってちゃんとね、私はこういうものですと、ちゃんとあのいろんなことやってますというの、うん、でサワトンにはそのね、あの司会のきっかけをいただいて、例えばこうあ、ほら松井選手とか地元でやらせていただいたり、いろいろ頑張ってる田島でございます。司会頑張ります本当に司会者本当に司会者で、サワトンを今言いたかったのは、サワトンはプレゼンターでメンターカードっていうカードをこう、ね、応援しますって書いて連絡先したら、サワトンから連絡が来て、うん、はい、ね、ちょ会いましょうって言って、でその時はありがとうっていう本をね出される時の自分自身が動いてらした時だったので、はい、忘れもしない秋葉原のところで会いまして、はい、それで会ってドキドキしてたの私は、あの時のサワトンだと、どうしようと、そしたらちょっといいですかって言って、どん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 エスカレーターを無言で2人がずっと上がっていくわけですよ。どこ連れて行かれるのと思った。そしたら本屋さん行って、本屋さん、ちょっと今考えなきゃいけないんだとか言いながら、こう豆柴とかこう言いながら、こんなの可愛いねとか、ね、どんな本がいいですかねとか普通にこう降りてきて、で僕のじゃ あのやるセミナーとかね、会をやってくださいって言って、うん、スケジュールね、一個じゃないんですよ、ダダダダダっていっぱい言ってくれた時、見てないのに司会もね、あ、そっか、見てなかったですかそれにすごいなって、でドキドキしながら、市ヶ谷の次どこだっけ、水道橋の間どこだっけ、あれですよ、あの、え、飯田橋です、飯田橋の、はい、はい、あの会をされた時、日中流行会館ってところで、はい、起業してから1周年のイベントだったんですね、うん、その司会が初めてですかね、うん、そうなんで
ですよ。そこでやらせ、あの時のドキドキしてた気持ちっていうか忘れないですよ。本当ですか。はい。本人のドキドキとは違うぐらい、みんななんかあまり構わない感じの普通にゆるーくこうおはようございますみたいなの始まってて、あれが私のあの東京でやらせてもらった第一声。あ、そうですか。うん。そうか。すごい記念すべきだった、ね。そう、だから恩人だって言ってるのは。本当ですか。はい。それでサワトンのねご縁の方々がやっぱり会った時に、あの時のサワトンのって言ってくださってすごく嬉しくて。はい。ありがとう。サワトンのことはね、うん、ご紹介すると結構あのキャリアがもうたくさんあるので、うん、ざっくりでサワトンからもプラスの情報入れてください。うつ専門カウンセラーとして、はいはいはい、うつ蔓延社会を円満社会にするというキーワードで、はいはい、プレゼンもされて、はい、それで NHK の、 あのやっぱうつでやっぱ苦しんでる人たちとかその、ね、救うための特別番組に出られたり、はい、コメンテーターにも出られたり、はい、本も出版されて、もう何冊？ 3 冊。わー、すごい。ありがとうございます。はい、であの、ホームページには、サワトンのことが今、ドリップラジオのところ、トップのところの、うん、乾ひろくの横にあります。ねえ、ありがたいですね、大きい顔があって、びっくりしちゃいました。どう思いましたか？いや、なんで、あれなんでこんないるのかなと思ってね。なんかまた何かやらされるのかなと理由はあの私がやっぱり自分の思いを語ったんです。ドリップラジオっていうのはね、はい、って言って、私の話ばっかりでごめんね、もうすぐ言いますからね。ドリップラジオっていうのは夢を叶えるラジオ局、夢に向かって頑張っている人たちを一緒応援する、うん、応援の連鎖が、あなたが自分が夢を叶えたいと思った時、あなたも応援しましょうって、応援の連鎖が夢が叶っていくんだってことを伝えたい。で、ただ頑張るっていうばっかりに人間がいけない時がある。本当にそれは頑張ってる姿、バリバリやってる姿も大好きだし、うん、例えばその代表としてつるちゃんとかね、うん、ねえ、ね、すごいです。揺るがずにどんどん行くあの姿は本当にかっこいいし、うん、それでつるちゃんを大好きな方もいっぱいいらして、私の中で逆のこっちの曲のことで言うと、うん、サバトンなんですと。あ、頑張って同じ夢を叶えることをされてるんだけど、寄り添うっていう部分のことを自分の身を挺してっていうか、全てを人生をかけてやっているサワトンの姿は、ラジオがパーソナルなものであるように、そういう一人の時に一人じゃないよって声かけれる、そんなメディアになりたいっていう話を語ったら、サワトンを乗せましょうって言って言ってくれた。そうですか。一緒に今日来てくれてる、言ってくださったんですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、うん、寄り添う対局で。そうそうそう、それがでもあってこそっていうか、うんうん、なんかその自分のありたいドリップラジオの幅として持ったんで、うん、サワトンの姿は。うん、なんかドリップラジオ自体距離が近いっていうのもあるじゃないですか。うん、嬉しい、うん。ラジオってどっちかっていうと一方的に喋ってる、ね。あ、ね。うんうん。うん、でもこういう参加者、はい、出る人との距離も近いし、うん、ね、質問とかもやり合えるし、そういう寄り添ってるラジオなんじゃないですか、実際ね。嬉しい。もうそれでサワトン の存在をよりまた知っていただいて、みんながね、あ、こういう場があるんだっていうか、ここに来ればお話を聞いてくださる人がいるんだっていうか、うん、ね、私あの実際いろんなうつとかこう悩んでる方々のリアルなことはわからないけれど、うん、なんか病院に行って、ね、何回も来ますね、お薬がこうどんどん増えていったり、うん、これがまた下がりかけてまた増えたりするのが一番ショックなんだとか、うん、はい、なんかそういう皆さんのお話し合いしてらっしゃる時も聞いた時に、そこに行く前にサワトンのところに行こうみたいな、うん、そういう場があるだけで、うん、そうですね、特にカフェありがとうっていうね、はい、居場所を月2回やってるお話し会みたいなのがあって、うんうんうん、そこで結構ね、悩んでる人もそうだし、うん、家族も結構いらっしゃって7、8人の会があるんですけどね、うん、そういうところに来てね、ちょっとほっとしたり、うん、居場所を見方を感じたりですね、うんうん、そういうふうにまずね、一つワンステップ、一つの選択肢になればいいですよね、うんうん、本当に。だからそう思うとね、サワトンがこう活動されている動きをこれからもね、皆さんにもどんどん伝えていきたいと思いますし、現実に今の活動はどんな感じで？活動ですね、うんうん、で今言ったカフェありがとうっていうのを月2回
千葉県市川が拠点なんですけど、うんうん、そっちでやってます、うん、これ今後広めていきたいなっていうのがあるんですけど、うん、あとカウンセリング、うん、講演、うん、まあ、この3本柱ですね、うんうん、で今個人的にはある勉強をして大学生なんですよね、うん、大学生、うん、学割聞くんですよね、うん、あこの間はソフトバンクのです。基本使用料3年間無料になってるんですよ、ね。あ、素敵。3年間無料。すごいね。980円。そうなんです、うんうん。それで、精神保健福祉っていう資格を取ろうと。うんうん、精神保健福祉。うんうんうん、これはそういう福祉関係のコーディネーターとかね、うん、自立したいとか、精神障害を持っている人が元気になる。うん、社会復帰する、自立するために、うん、コーディネーターみたいな。うん、医療とか地域とかをつなげてね、うん、そういう役割の人で、今後やっぱり円満社会を広げていくために行政とつながったり、うん、医療とつながったりしていきたいという中で、やっぱりそういう資格も取って、うん、いろいろこう発信していきたいし、受け皿になってやっていきたいなというところで、来年の1月に試験があるんですよ。あ、試験？国家試験。お、国家試験ですよ。それを受けるために今、はいはい、レポートのことばっかり考えてる。そのあとはこう勉強、まあ、好きっていうか自分ができないからこんな言い方になって申し訳ないですけど本当に日々こうチャレンジと何かこう自分の資格をちゃんと取っていくっていうか、うん、どうですかね。でも本当資格をしっかりした国家資格とか初めてなんですよ、うん、あ、そうなの？まあ、少なくとも起業してから初めてで、うんうんうん、やっぱそういう改めて勉強する思いだけでやってるのもいいですけど、はい、なんかね、いろいろこう、トータルに勉強するとまた見えてくるものがあって、うん、そういう、改めて勉強するっていう価値、うん、すごく感じますね。いや、学んで、それでちゃんと世の中の人のために役に立って執筆もして、自分の思いも伝えてっていう、ですね、確実に当たってますね。はい、そうですね。今、どんな言葉を一番言われますか、佐和とも会った人から。会った人から、うんうん、どんなことって、それで僕のこと、うつの、ね、こう悩んでた方々がサワトに会ったことによって、うん、こうなりました、ね、そうですね。やっぱ悩んでる人が一人じゃないんだなって思える、まあ、僕と会ってっていうのもそうですけど、僕のいろんな身近なカフェに来る人とか、うん、そういった人からやっぱり自分だけじゃない、うん、ね、他にも苦しんでる人もいるし、うん、こんな自分でもいいんだなって、うん、そういうのを思えた、うん、まあ、一気にね180度元気になるとかないですけど、うん、ちょっと角度が変わって楽になった、うん、僕も嬉しいですね、うん、それで半年後に結構元気になりましたって連絡くださったり ね、うん、ね、うん、ね、実際にサワトン自身が自分がねうつの経験があって、それこそ、まあ、本にももう書いてらっしゃるからですけどね、飛んじゃったりも飛び降りちゃったりね、そういう経験をされてるからこそその向き合える話があるっていう、うん、はい、それはみんな心強いっていうか、話をしたくなる、うん、聞いてほしくなる人っていう存在なんだなと、うん、そうですね。本当に悩んでいる時に大きく2つ、孤立感と無力感っていうのが極限までいっちゃうんですよね、うん、孤立感と無力感、それがちょっとでもね、一人でも味方がいて、うん、孤立感が安らいだり、無力感、こんな自分じゃダメなんだな、うん、役に立たない、それがちょっとでもね楽になれば元気になるきっかけも、うん、こともね、あるんで、そういうきっかけなんでしょうね、はい、うん、本当にね、より多くの方々サワトンって存在を知ってもらうことによって伝わることがいっぱいあるから。で、ガラッと変わりますが、サワトンの趣味が、はい、歌を歌うことを、はい、なんと NHK ののど自慢にも、はい、ちゃんとね、はい、通って、はい、応援に私行ったのドキドキの瞬間を予選会前の日の予選会に来て、去年の今頃だから、去年の2月ですからね、去年の2月ですからね、100日ドリプラジオってやってた時に、サワトンのそれにのど自慢に出るためのカラオケでの練習風景と予選とでおめでとうっていう本番にその通った話をあげたら、そこが一番数字が合わなかった。やっぱり人間やっぱ何かの結果を出したらカラオケ風景まで数字が上がるわけですね。で、キンコンカンコンキンコンカンコンってなったあの瞬間、はい、NHK のど自慢って楽しいなと思ったのは、応援をする雰囲気とかちゃんと仕組みができてる、ね、しっかりしてますよね。そうそうそう、さすがだなと思って、グッズもいっぱいあって、なんか
予選会くらいだけで楽しめますよね。そうそうそう、応援する楽しさがあそこにあるなと思って、はい、で何を言いたいかと、うん、NHK も公認のサワトンの歌のうまさが歌っていいんですか。はい、かな。こんな心をこう掴むコツかなと思って。そこですか。歌うまいんですよ。でもないです。意外とあのブルーハーツとかあたりがそうですね。はい。聞いたことありますか。はい、え、ドブネズミみたい。リンダリンダ飛ぶ。そう。そうそうそう。行きますか朝から。イメージ違う感じ。本当にいろんなねかっこいいんですよ。そのやっぱさっきの3つのコツのうちの1つの中にそれ入ってますか。え、入ってないの。入ってないの。歌おうとかない。歌で告白、あ、ないんですか。ない。てっきり恋人ができる3つのコツ。あ、でも近い。あ、1個目近いわ。本当。じゃあそれにつなげて言えます。はいはい、はい、何ですか。じゃあ1個目。あ、もういいんですか。はい、1個目、サートン流恋人ができる3つのコツ。1つ目、はい、好きなことをやろう。おお、恋人ができるために、ちょっとね、前置きちゃんと言っとかないと。あ、そう、私が強引に言ったからね。あの、じゃあ好きに進行して、ね、いやいや、そうじゃない。ね、僕もちょっと作ってきたんですけどね、うんうん、見えますか、これだと、はい、ね、ちゃんとサートン流恋人ができる3つのコツということですけど、はい、まあ特に恋愛ってことですけど、うんうん、特に恋人が欲しいなって思ってる人やっぱりね、多いですし、そういう人、特にその中でもちょっと恥ずかしがり屋だって、うん、なかなか言えないなっていう人を意識してちょっと考えました、うん、はい、ね、いいですね、やっぱり寄り添うサワトンらしい、ね、で、鬱の人とかね、悩みが結構深い人もやっぱ恋人欲しいとか孤立しちゃうんで、うん、結構いるわけですよね、うん、そういう相談っていうか結構悩みもあって、それでまあ僕がお伝えしていることとか、うん、体験的に恋愛体験ってすごい少ないんですけど、僕は。そうなんですか。本当に少ないんですけど、恋人4人、4人。あ、それリアルになさった。いやいや、2人結婚して。2分の1。すごい確率高いです。違う。そういう思ってた、そういう思ってた。でも本当、少ない経験の中からね、何はいですか、朝から。つぼに入ってた。4人そのうち2人って なんかいいことなのか。いいよね。サートの魅力だと思う。その確率上げていくのがいいのか分かんないけど。もういいかな。はい、もうそうだね。ラブラブサート、はいはい、ということでちょっと悩んでる人ね、はいはい、というとこを意識して1つ目、うん、はい、好きなことをしようと、ね、好きなことをしよう、ね、うん、好きなことをしよう、まあ、これは何かって今出たその歌ですよ、まさに、うん、はい、僕歌うの大好きなんですよ、うんうん、ストレス発散にもなったし、はい、うつ5回経験したんですけど、うん、5年半で、うんうん、1回目のうつ元気になったきっかけって、うん、カラオケに行ったら、うん、ガーってそれこそへこんでる時にトレイントレイン歌ったんです、うん、そしたらね、みんながね、サートンすごい、サートン、うん、サートさんですね、サートさんすごいって言われてね、垢抜けちゃって、それで元気になっちゃった、うん、1回目の鬱はそれで抜けちゃった、まあ、抜けたっていうか分かんないですけどね、うん、実際に完全には抜けてないかもしれないです、うん、本当に元気になっちゃったんですね、うん、そのぐらい好きなんですね、うん、ね、のど自慢出るぐらい、そうそう、だってあの今ちょっとサートン情報で私サートンの言葉で驚いたのは、はい、僕の夢は歌手になることですって言った時、あれ鬱でそれもそのなんかキーワードもみんなが「はっ!」って言わの言い切ったよね。実は僕の夢は歌手になることだった。本当はね、本当に心からみんなが「あれ?」っていうそのそれも円満社会に通じてて、やダメですか。いいです、いいです。自分の好きなことをやっていくって大事だと思うんですね。自分がこれぐらい心地よいっていう言葉をいろいろ使ってます、うんうん、心地よいことを、うん、自分が心地よくいよう、はい、心地よいことをやってよう、うん、心地よい人といようとか、ね、おうおう、そういう本当のこう気持ちを大事にしようという話をしてまして、うん、やっぱ楽しいことを自分がやっていくっていうのはね、うんうんうん、それは周りの人にも、ね、伝わっていくし、うん、そういうことが円満社会の形かなとも思うんですよね。へ、うん、心地よさ、心地よいですね。人によって違うじゃないですか。
うんうんうん、夢を追いかけるのもそうだし、うんね、全然違うコツコツだな、うんね、なんかやってるのもそうだし、空間を自分で作ったり、うんうん、人を作ったり、はい、これが、これが恋人ができる3つのコツの好きなことをしよう、はい、まず要は、うんやっぱ恋人欲しいって焦るじゃないですか、うんうんね、どうしようってそのスキルだったり、うん、いろいろそういう場に、ね、婚活の場に行ったりとかいろいろあって、うん、僕もちなみに行ったことあるんですけど、うんまあ、ダメでしたが、まあ、それは置いといてそういう風にするとやっぱちょっと焦るし、うん、そのそういうところでつながろうっていうよりはまず自分が好きなことは何かなっていう風にで好きなことをちょっともちろん深めてみたりする、うん、僕だったらそういう歌だったり、うんそういうゴスペルとかも好きだったんですけど、うんうん、そういうことでもいいし、まあ、テニスでもスポーツでも何でもいいんです、うん、そういう好きなことをまずやる、うん、そこの中でやっぱ好き同士だと好きなことをやってるとつながりやすいんですよね、うんうんまそうか、うん、趣味が一緒っていうことはまずいい感じで、うんあね、ここに至るまでに一つのまたねあのなんかこの質問の中で言ってねあの笑いのツボが笑うとこが一緒とか、はいはい、映画のこう趣味がとか、はい感想が同じとか、うん、それがやっぱり違ってたらすごいショックだったりするらしいで、はいはい、なんかそういうことですね。自分が好きなところに行ったところで出会った人は、うんうん、まず、まあ、共通点っていうのもあるし、本当だ、うん、恋人ができる。好きなことやってるとなんかオーラ的にもなんかいいのが出ると思うんですよね。そういうのでつながり合える、うん、そういう可能性も高いんじゃないかなっていう。うん、でなんか恋人欲しいってなってるとオーラが逆にこう焦ってるオーラになっちゃってなかなか。ね、焦ってた時もあったんですよ。ありますよ。ダメだった時はそれだったんです。そう離婚した後婚活やったんですけど、ねはいはい、お見合い大変でした。はい、自分がでも振り返ると、はい、その時はこう恋人欲しい馬が出過ぎてたと。うん、うん、それはありますけどね。うん、いつだってあるけど、なんか一方でやっぱりね、うん、楽しいことをやっていくっていう、はい、ここでの仲間。うん、つながり、ドリプラもそうですけど、ね、あそっか、好きなことのね、うん、キーワードでいく、うん、本当だ、うん、2つ目、はい、2つ目なんだっけな、全部伝えちゃおう、全部伝えちゃいましょう、うんうん、これは何か、はい、うん、ちょっと一応、はい、2つ目、はい、待ちますか、全部伝えちゃおう、はい、これ何ぞやと、うんうんね、全部伝え、これは、うん、なるべく、うん、お互いに、うん言い合いましょうってことですね。いい、どっちかっていうと悪いことも、うんうん、自分の嫌なこととか、うん、自分の不得意なところ、うんうん、あるいは自分の、見せたくないところ、うん、そういうのもなるべく伝え合っていく、うん、その方がむしろ信頼感ができて、うん、いい関係ができていくんじゃないかと、へー、これあくまで一つですからね、うん、必ずそうじゃないですか、はあ、うん、なんかね、まあ、2回って言われたから言いますけど、今新婚さん、まあ、1年経って、そうですね、新婚さん1年半ぐらいですね、はい、やっぱそういうルール持ってるんですか。あ、全部伝えちゃう。今はもうとにかく言えますね、もう全部とは言わないけど、ほぼもう 99% 出し合えるっていうか、へー、うん、それは2人で決めたルール。いや、ルールじゃなくて結果的にそうなってるところが大きいですけどね、うん、やっぱり無理しちゃうとねちょっと苦しくなるし、うん、コミュニケーションのギャップがいつか起きてきて、うん、やっぱりね、長い目でいくとうまくいかないっていうのも、うん、へー、いいとこ見せたく思うじゃないですか。それももちろん大事だしね、うん、恋愛で大事ですけど、うん、今は本当見せ合ってて楽ですよね、うん、喧嘩した時の仲、喧嘩した時仲直り方法とかあるの？喧嘩した時の仲直り方法は、うん、あ、ありますね、今日はごめんなさいとかね、なるべく次の日でも言うようにするけど、うんうん、本当にダメな時は、うん、どっちかがね、例えば僕だったら、うん、和子ちゃんになるんですよ。ね、和男って女性の、じゃあ誰にしようか、名前、いいでしょう、エリさんにしよう、エリコ、なんか和男さんって大変な人だよねとかって僕が彼女に、奥さんに言う。ほうほうほうと、ね、そう、本当そうなのよ、あの和男旦那しょうがないのよって奥さん言うわけですよ、この僕に、おうおう、でその旦那さんどこ悪いのとか
いやもう全然話聞いてくれなくてとかね、例えばそういうふうに、あそれはもう大変よね、しょうがない旦那ねとかね、そういうふうに友達になる、友達役をする、そうすると結構すっきりするじゃないですか、相手はまず、うん、僕もあそういうことだ、第三者になるから、うん、ちょっとなんか気持ちを、ダイレクトだとムカつくけど、ちょっと受け止められる。え、それ本当にやっちゃうの？本当にやっちゃう。ロールプレイじゃないけど、こうなんか役割的に。ロールプレイですよ。ロールプレイだけど、僕がそういうふうに。その位置になったら、奥さんがでもそこで本音を言い始めるって、それで、ね。サートンなのにね。うん、やっぱ言いたいじゃない。かずこちゃん。そうそう、カズサートンなのに。そうそう、どう見ても。ねえ、面白いね。これも面白いと思います、結構。何回ぐらいやったんですか？これ3回ぐらい。すでに実践済み。へえ、それはこういうふうに思って言ってねって言ってから始めたわけでしょ、その。最初は何のことかわかんないけど。行き当たり、なんか。かずこちゃんだと思って言ってとか言ってたの、うん、じゃなくて、いきなりなんか出たんですよ、パッと。多分奥さんは何か言いたいんだろうなとか、何かムカつく気持ちをね誰かに言いたい、それでスッキリするタイプでもあるんで、ね、それでこもってるぐらいならその役やっちゃえばいいのかなとか、何かなんとなく思った、うん、で唐突にって言い始めて、唐突にやってそう、ね、そしたらドワーッとこう来て、うーんって結構言いましたよ、えとか、なんか最初は経験な顔しましたけどそうそう、えとか言いながら、うん、そうなのよとかね、うんうん、結構向こうもハマってねどうしようもないのよとか、ね、そこまで言うかよとかねニコニコしながら、ね、思いながら、面白いね、いやなんか、これ使いますか、うん、友達、これ今単純に自分がこういろんなほら手なんかへこんだりした時のなんか対処法で意外といける気がするね。意外といけると。自分、まあ、一対一は難しいのかな。でも、まあできなくはないですよね。でもイメージ的に友達だと思って、うん、ちょっと聞いてよっていうふうに吐き出すわけだよね。そうです。パペットでやる、あ、うん、ちょうど言いますけどね、はいはいはい、パペットでやる人ですね、うん、こうやって。ね、うん、しょうがないよね、サワトン。そうだそうだとか言って、うん、今度怒っとくよとかみたいな、うん。そういうことだよね。そういうことです。はあ、自分が出すことによってスッキリするし、うん、サートンを受け止めながら流すわけで、ちゃんとね、うん、そう流す、受け入れない、そう受け入れ教えてもらったね、うん、受け止めるのと受け入れるのが違うってい う, そう、いいね、なんかこれは全部伝えちゃおう、うん、全部伝えちゃうね、悪いとこも伝えちゃう、うん、僕の友達でも本当あの付き合う前に全部、うん、自分のなんかね、うん、体のこととか、はいはいはい、もう心のこと、嫌味を言うことと全部言って、うん、これでよかったら付き合ってくださいっていうふうに言った人、友達がいいんですよ、男でね。そしたらやっぱりその人たちはちゃんと結婚しましたよね、うん、全部されても勇気いるね、勇気いる、勇気いるね、うん、だってよっぽど、うん、その人が好きだったらやれるのかな、うん、自分を分かってほしいと思ってやれるのかな、うん、まあ、一つのやり方ですけどね、それは、うん、でも、全部その方が楽っていうふうに思えるかどうかですよね、言って、うん、でも信頼関係がある前提での、うん、信頼関係ができますよね、そういうことね、うんうんうん、そうだね、言ってくれたんだここまでっていうね、うんうんうん、そうなんだよね、うん、それを聞いていいのみたいなことを言われるとグッて距離って進まるよね、うん、ありますよね、うん、私だけに言ってくれた、本当だ、あなただけに言うんだけどっていうのはちょっと怪しいまあねそれはでも本当にまあちょっと今ちょっとジョークも言っちゃいましたけど、うん、はい、でもそういうことですよね、そういうことです。3つ目、クーリングオフ作戦ごめん今笑っちゃったのは、はい、サートの名言ですね、ました、クーリングオフというのはクーリングオフ作戦、買った後に返していい、はいね、ね、あれ期間ありますね、ね、何ヶ月かまでは返しても返品 OK、はい、無料で OK です、ね、あの試してみていただいて後で返お返しますと、はい、これはもう経験談的に言っていいですか、はい、はい、サートンが語る恋人的に3つのことですので、はい、まあ、僕が今の奥さんとこ う, うまくいってる経験的に、うん、まあ、ドリプラで知り合ったんですよね、うんうん、まず好きなことをお互いやってて、はい、で歯医者さんの受付をやってて、うんうんうん、そこで
まあ、その歯医者さんのドクターの方のサポートをしてたんですけど、うん、からまあ仲良くなったんですね、うん、友達とか信頼関係できる、うん、相談もしてくれるんだと、うん、そこで結構話をしてて、うん、これはなんかいい感じかなと思って、うん、ちょっと言ってみた、うん、告白してみた、うん、好きって、お付き合ってって、あ、ストレートに行くんだね。結構だ結構ダメなんです。え、ダメなんですよ。え、下手なんです。トバキに言えずストレートに、そう、好き、相手もなんか感じたみたいで、あ、うん、なんか好きでしょうとか言われた感じもあったの。え、本人から、うん、こそっと、なんか冗談っぽく、うん、あとも私のこと好きじゃないの、へー、そんな冗談っぽくね言ってたのがあって、うんうん、あ、これなんか言っていいのかなっていう、そういうことかなって勝手に勘違いしてね、うん、言ったんです。なんかすごい可愛い間柄だよね。向こうからも言ってきて好きって言えるっていうのはね、うん、うん、なので、ね、言ったんですよ、うん、付き合って、そうそうそう、そしたらね、彼女は、そんな気は全然ないけどって言うんですよ。あれ、あ、あれあれと思ってね。なんか流れ的におかしいです。おかしいですよね。好きでしょって言われて、やっぱり好きだよって言って、うん、そこでいや私は別にって言われたら、なんか、あ、その彼女、うん、好きだよ、好きなんでしょって言われたから、ね、それでこっちは、うん、好きだよって言って、そうそうそう、ただそこに閉ざされた、そう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 、あれみたいな、なんかなんでみたいな、ほう、ね、でどう、そうなんだ、そうなんだ、意外と冷静、これそれまで意外と冷静、人としては OK だけど男としてはってよくあるやつですよね。それきついよ、なんか言い方として、ね、よくある、よくある。それで、あ、でこれはどうしようかなって、うん、それまで告白して成功した試しは人生37、8年、うん、一度もなかったんで、お、もうまたいいやと思ったんですけど、うんうんうん、まあ、せっかくなのでもうちょい頑張ろうと思って、うん、ちょっとお願い付き合ってとかって、うん、すごい前向きですね、ね、なんか勢いだったんですよね。へこまなくで行ったのは何だろう、うん、何ですかね、このまま帰んのもなんかな。おう、それで、それで、まあ、何回かやり取りしたんですけど、うん、うーんって感じだったんで、あ、何回も、何回か、チャレンジャーですね。別に30分ぐらいこう、たわいもない話したんですけど、うんうん、じゃあと思って最後に、うん、ちょっとお願い、3ヶ月だけ付き合ってって、3ヶ月だけって、クーリングオフしてもいいからって。ダメだったらいい。すごいよね。クリーングオフでいいから。お試し3ヶ月。お試しで。付き合ってみてって言った。試食してみて。そしたら、っていうの、まあ、いっかって言ったんですよ。クリーングオフを聞くと思ってたからですかね。うん。なんかね、やっぱ、付き合うっていうのはちょっと抵抗が、やっぱ最初、はい、女性ってありますか、うんうん、その、これ、人間、これちょっと横見それる、はい、あのつながる話で言うと、はい、付き合いましょうせーので付き合うものなのか、気がついたら始まってるのが、ね、はい、これあのちょっと怒られるけど、はい、あの娘のしおりによく言われるんですよ、ママ付き合うってどこかな。しおりちゃんが母親に言うなみたいな、その割とそんな間柄なので、そしてやっぱり初めきちんと言わなきゃいけないって、いや、女性から必ずしも言わなくてもいいんじゃないのって、なんとなくでもいいんだよ。いや、でも、付き合いましょうって言って、せーので始まるんじゃないの。いや、それってさ、答えもらうのにドキドキするじゃんみたいな。なんとなく気がついたらって、あるんだよと親は言ったんだけど、合ってますよね。あ、そうですよね、そうそう。そんなに今日はからですよ。ただ最近ね、あの自分があの、まあ、結婚式の司会とかもする関係で、はい、こうプロフィールとかいろいろ聞くときに、はい、今思ったんだよ、割とあの付き合い記念日っていう日をみんな持ってる人が多い。ああ、はいはい、はい、なんかそう思うとスタートする日をあるんだよきっと、うん、ここからですって、あ、ね、あるタイプとないタイプやっぱあるんでしょうね、うん、うん、だからせーのが、うん、なくても全然いいと思うんですけどね、佐藤、うん、の付き合い記念日はじゃ あるってことでしょ、クーリングオフスタート日、
そうそう、3ヶ月のスタート日、うん、何月何日から、どうぞ12月12日からお試しください。返却する場合は2月12日まで。3月12日でしょ。3ヶ月、あれ12月も入るんでしょ。12月1、2、3だから3月12日ですね。あ、そうか、3月12日。あ、ごまかそうそうそう、そうか、1、2、3、あ、そうか、1、2、3だもんね。そうだね、うん、考えたら当事者なんで私が否定する必要ない合ってます。はい、で2010年の12月に、うん、12月12日にそういう話になって、うん、じゃあいいよ、うん、それで3ヶ月後も行っちゃっていいですか、うんうんうん、まあ、あの3月11日、3月11日がね、本当はあの大震災の日だったんです。あ、そうか、うん、2011年、そうだね、うんうんうん、でちょっと連絡取れなかったりして、うん、でその彼女が千葉の、うん、住んでるんですけど、うん、千葉公園ってちょっと大きめの公園に、うん、まあ電車も動いたんで行って、うん、で話をする中で、うん、もう結婚してって話になったんですよ。ついでに婚姻届まで持ってっちゃったんですよ。箱を押してやってくださいっていう箱を僕が押してあるやつ。そうだ、準備できてる。いいですか、クーリングオフの期間までは一切、うん、どうでしょうか僕ってか聞かずに本当におとなしくお試しを。あ、どうでしょうかっていうか、やっぱり1週間ぐらいで打ち解けるわけですよ。打ち解けたの、まあ、メールをやり合ったりしてる中で信頼関係できたのかわかんないですけど、うん、いい感じになってきて、でなんかもう大丈夫かなと思って、クーリングオフどうですかっていうのもなんなので、じゃあもう結婚しましょうみたいな感じに言ったんですよね、婚姻届持って、うん、すごい。そしたら分かりましたお願いしますみたいな感じになりました。へえ、自分で分析するに何がこれこうそうしたんですかね。分析ですか、だからクーリングオフが間違ってんです。そしてこれが信頼につながったんですか。どう、やっぱだから一つは壁を低くしたってことですよね。ああ、うん、うんうんうん、まあ付き合おうっていう形で言い合った場合に、やっぱ壁がね、うん、あるし、やっぱ理想形があるわけじゃないですか、うん、奥さんとって理想形はイケメン形だったんですよ当時、うん、全然僕眼中に悩かなかったわけです、うん、だからそれをね、壁を低くなったってことと、うん、それですね、あとはもうメールでやっぱやり合って、さっき言った全部伝え合って会えてきたなっていうのが良かったんじゃないですかね。すごい、すごい、なんかこれ誰か他に実践した人いますか、サワトも聞いて。そう言ってんですけどね、うん、まだね、まだ報告がまだないです。みんなどうなんですかね、いかがでしょうか。クリングオフって、いや、いっぱいいっぱい飲んでいいです。いっぱい飲んでよろしいんですが、クリ、ま、言う方がちょっと気が楽で、ゲーム感覚っぽく言える、うん、そう、ゲーム感覚になったみたいね、ね、お互いに。いいね、それね、はい、そういう意味、それで3ヶ月っていうのは勝手に決めたんでしょ、まあそれは適当。例えばこれ1週間って言ったら勝負決めたいし、勝負決めた難しいよね、3ヶ月ってのはちょうど、まあ、もう3ヶ月、クーリングオフとか忘れてますからね、奥さんは、その3ヶ月経った頃には。そうだ、最初の取っかかりですよ、はいはい、今なら間に合うって思わないわけですよね。それもでも頭のいい、なんか3ヶ月がね、うん、と思いますよ。すごい、サートン あの今までの成功例を並べてみます。とんでもないですって感じですか、好きなことをしよう、うん、全部最初クーリングオフ、まあ、クライアントさんにも、クライアントさんっていうか悩んでる人にもね、はい、結構3番目以外は伝えてることです。ライアントさんにクーリングオフ作戦、ちょっと合わせるの難しいですね。はい、ちょっと共通なんですか、まあ、うん、でも共通だし、友達欲しいっていう人もいっぱいいるわけですよ。うんうんうん、そんなに変わんないと思う。おうん、好きなことやり合ってな、友達欲しい、うん、一人ぼっちって悩んでる人多いんですよ。うんうん、そういう人にもやっぱ好きなことを、ね、自分が好きなことをまず習い事でもしてみましょう、うんうん、そこでつながるかもしれませんよ。うん、ね、うん、信頼関係作るにも自分の悪いこともちょっと言ってみてやっていきましょう、うん、ね、キャッチボールをしっかりやり合いましょうとか、ね、なるべくキャッチボールの度合いを、うん、多めにしましょうとか、うん、そんなに恋愛と変わらないことを話してます、ね、
いや今回あの昨日も寝れずぐらい考えたっていう、うん、どこが一番こう難しいっていうか、うん、恋愛テーマになった時、ね、恋愛ってね、うん、恋愛とサワトンがまず合わないじゃないえだってちゃんと恋を成就しているって意味ではとんでもないです合うってのは誰恋愛うん、まあ、あきれて私もちょっと合わないタイプ自分で分かってんだけどさ、はい、あの男女を超えた人間愛は絶対大丈夫なんですけど、うん、今回ね、画面で、うん、昨日とか見ててね、うんうん、たっちゃんなんかね、たっちゃんにドキッとする感じがいつもよりありました。なんだいきなり、なんかね、画面からね、うん、なんか恋愛オーラがね、出てた気がしたんです。ちょっと本当よ。髪伸びましたよね。伸びましたよ。伸びました。そういうこととかね、なんかこの色とかね、うん、なんか素敵いいな。ねえ、ねねね、すごい。これはじゃあそういう人たちのお話を浴び続けたら変わるんじゃないの？うん、そうだ。うん、専門の人から始め、いろんな人が、うん、ねえ、あ、ということはたった1日で。あなたも恋愛オーラが出せます。ああ、そう。タスマカスミの。そうですよ。オーラ。あ、タスマ。ちっちゃってくる。いや、サワトンにそうやって言ってもらうと、もしかするとね、あの、自分がちょっとそうかなってなんか思うのは、うん、やっぱり、恋愛っていうのは相手の人がいるわけだから、うん、自分だけじゃない相手の感情とかがあって、もちろん自分の感情伝えたいけど相手の気持ちを考えたら勝手にへこんだり、うん、伝えすぎて玉砕したりいろんなことになって、なぜか止められないみたいなガッていっちゃう方ですよ、はい、でそういうね悶々とする方が一人分かんないからね。でそれが今回、うん、あの恋愛っていうテーマをして、うん、したらいろんなやっぱり切り口で皆さんが話をしてくださる時に、うん、あそういう考えをすればいいんだっていうのが、うん、ちょっとずつちょっとずつこう軽くなっていく感じっていうか、うん、なんかそういうことがね、決してあのイエスの思うとか正しいとか考えなくてもなんか楽になる考え方が自分が楽に、うん、なんかあります、うん、その楽になるって大事ですよね。うんうんうん、心地よいにもつながる。そうそうそう、ね、そういうことかな今、うん、分かってないですが、そうですか。すごいそこだ。なんか気持ちね。気持ちって大事ですよね、はい、そういうふうに楽になれる、うん、スキルもあるけど、うん、あそう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 、うん、なんか意外とこう元々の男女のことを話を教えてもらったり、うん、でそこからのこう伝えていく部分とか、うん、なんかねただ共通点がさっきから言ってるんですけど、だんだんなんか出てきてる気がします、うん、キーワードが ね知りたいです、はい、キーワードだけでも書いてなんか書いてくださいね、言われるだけでまずいい。ちょっとあの一緒にいたあのみんなで、うん、思い出してちょっと、ね、そうですよ、それしないと意味が、うん、本当 だ私たちだけが良かったみたいなまあ録画もあるので見てくださいっていう、うんうん、キーワード本当にいくつかありますよね、うん、確かに、うん、ぜひ小冊子にも知ってくださいよ、しましょうよ。そうか、こういうのをちゃんとねきちんとまとめるっていうことがなかなか、うん、まとめるまでいくとね。ねえ、サワトンはちゃんとまとめられる人ですよね。そんなことないです。その時によります。本当に。本当にその時によります。小冊子の書く講座もされてるじゃないですか。うん、はい、やってます。あれは何を教えてくださるんですか。それは思いを形にしようってことで、うんうん、そういう、それこそこうやって喋ったり思いはあるじゃないですか。うんうんうん、面白いじゃないですか、うん。それで終わるよりもそれを形にして、形にすると小冊子だから伝えやすいし分身になってくれるわけですよ。もっと広がるんですよ、うんうん、その小冊子の作り方、うんまあ、考え方と作り方、うんまあ、体験談、うん、コツ、そんなことを3時間ぐらいで、誰でもできる、誰でも OK ですね、うん、まず書き出す、うんうん、なんかまず書き出すことが大事なんでしょ、きっと思いとかをどんどん書く。そうですね、あのタイプが2つあって、うん、小冊子だと4ページごとになるわけですよね。わかりますか、うんうんうんね、こう4ページでしょ、これで、はい、はいはい、1,2,3,4、はい、もう1枚やったら8ページですよね、はい、A4 2枚で8ページ、はいはいはい、こう8ページって決めた方が書きやすいタイプの人です。ほもう決まってる方が、うんうんうん、構成をじゃ最初表紙で、うん、次目次があってこう起承転結で最後がプロフィールみたいな、はい、そういうタイプと、うん、これなしでもうとにかく書く、
全部出して、うん、あるタイミングでまとめる。ドリプラに近いですよ、近いですよ。たっちゃんは多分出した方がいいですね。その通り。はい。なあ、出せるうちに自分でよくこの声だなみたいな時あって、でも整理できてるかっていうと、なんかそういう構成は考えてないですね。ああ、でもそういうふうに、せっかくことによって、小冊子やってプラスになった人は、やっぱ思いを自分が整理できて、楽になったりもするんでしょうね。これはなんか恋愛にも通じるなと思って。おお、そっか、ね。恋愛にも通じる。だって、思いをこう自分が出して、整理して、自分が読むっていう行為になるでしょ。そうだ。ね、向き合って、自分の言葉に自分が読むっていうか。なんかサワトンにはいっぱいそんなキーワードがあって、しかも 3時間半ぐらいって言ってますけど、そんぐらいですね。何もネタ持たずにもそんなできちゃうんですか？ネタも持たずに持ってきて、あの来てもいいですよ。まあその場で小冊子が完全に完成するわけじゃないですよ。あ、そっか。その場で持ち帰りは簡易で作るんですけどね、ほんとシンプルなの、15分間で作る、でもそういうねきっかけになるし、そういうコツだったり思いを、なんかいっぱい、あの今日3つのコツプラス小冊子ありじゃないですか、ね。小冊子ね、いいですね。いける気がしますね。ドリプラジオ小冊子もいろいろできるじゃないですか、もうここまで来たら。私本当、そっか、4ページとか8ページを決めて書く、皆さんの出演者の方々のちゃんと文字で見えるようにっていうのはしなきゃいけないなっていうのを思って、前よりはね、ちょっとパソコンが変わってからね、まあ、なんか打つことの人になりました。なんか書き出す、出さないと、出さないと伝わらないって言われて、頭の中ではモヤモヤしたものが永遠にあるんですけど、なかなかあの整理までいかないんですけどね、きちんと整えるっていう。じゃあサワトン、あの今回ね、サワトンに恋人ができる3つのコツっていうふうにこう教えていただいて、改めてサワトンからなんか最後に告知もあったら皆さんに言っていただいて、最近のどうですか？はい、そうですね、告知的なのでいいですか？近況とかでもいいですよ。近況、1個ね、あの本が出たでしょ、1月に、人生をやめたいと思った時読む本、それちょっと面白い流れがあって、一昨日出版社から連絡があってですね、韓国訳されて韓国で出版しましょうって。来た、おめでとう。すごい。いつ頃の話なんですか？多分半年後ぐらいですね。へえ、韓国の出版社から連絡があったんです。へえ、じゃあある人がこもってってっていうか、そういうのを物色してる人がいいんですよね、韓国の出版社の人が代理店下で。ついこの間ね、韓国語で自分の本がこう変わったんですって、2冊見せてくださったことがあって、すごい。もうね、全然何書いてるか分かんないわけですよ。そうですよね。全部ドレス着物、で自分のプロフィールもどこにあるか分かんないぐらいの。でもやっぱそういうのって形になると嬉しいね。嬉しいですね。そっちかともびっくりした。韓国ね、行きたくなりますよね。韓国も多いんでね、そういう自殺とかが。すごい、日本より多いんです。あら、だって受験とかも厳しかったり。受験も厳しいしね。あのやっぱりなんかシビアさって怖いね。そうですね。それもあってだと思うんですよ、ね。本当、じゃあ必要とされて。じゃあ今度は韓国の講演会に行かれるんですか？そうですね。トン、ヨン様、トン様でね。あれ。そんなのいつ考えるんですか？はい、すみません。まあ、こんな感じで。本当にこんな感じで。はい。まあ、はい、恋愛、そうですね。本当に自分らしく、ちょこっとずつ、ちょこっとずつ、やっていくのがいいと思います。改めて3つのコツをちょっと復唱って言ってもらって、終わりにしましょう。1つ目、好きなことをしよう。2つ目、全部伝えちゃおう。3つ目。トリトリプタプタトリプタジオ。あの今、ちょっとね、ジングルちょっと重なっちゃった部分があって、好きなことをしよう、全部伝えちゃおう、クーリングオフ作戦。これをぜひ皆さん試していただいて、サワトンのようにね、確率の高い結果。素敵なラブラブの話をまた聞かせてください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。澤田和夫さん、澤田でした。ありがとう。はい。